はい、少年時代、タブ解説やっていきたいと思います。まあ、いつも通りレギュラーチューニングですね。まずイントロからいくと、まあ、イントロは普通にあのアルペジオみたいな感じですね。こう F、 これ親指使って僕は押さえてますけど、バレエでも大丈夫ですね。で C 音 E、 D マイナー、 C、 で D マイナー、 G、 C、 大丈夫ですね。でまず最初に右手のことを言っておくと、基本的に1弦薬指、2弦中指、1足指が3弦ですね。で親指が上3本を担当すると、だいぶ楽に弾けると思います。まあ、基本的にはですよ、これはずれる時もあるんで、まあ、そこら辺はちょっと気をつけてもらって、もう基本的には今の担当者が右手担当するといいということで、最初は C を押さえてもらって、こういう4弦の時も右手親指でいくと楽ですね。でこうですね。で Gこれはこういう感じで動けばいいと思います。で E7 で、これかなり前の動画なんで僕も全然何を弾いたか覚えてないですけど、こういけばいいと思います。それかまあ一足指を下ろしてもいいと思います。まあ、こういったらこっちに移動して、ここ中指でいくとやりやすいと思います。で一足指でスライドするとそのまま Am に入りやすいです。うん。で Fここはあの右手の担当者がこう1個分かるんで気をつけてですね、こう、うん、でここはあの僕は握る F でやってます。でこういきますね。で D マイナー7で G です。 C、うん、で E7、 またこういったらこっちに飛びます。ごめんなさい、この E7 のとこ一回弾いたら一足指が下がった方がやりやすいですね。一足指下がってこういった方がやりやすいです。で一足指でスライドして戻って Am、 うん、こんな感じですね。で F で、ここもまた握りやすいんですけど、これあのちなみにバレエでやるとすると、これ一回浮かせばいいです。バレエを下の方をですね、これでも全然できます。 C4E、 ごめんなさい、マイナー、G、C、うん、こんな感じでやるといいと思います。で次のセクションですね。 Bm7 フラット5から始まるんですけど、僕はもうこうやって中指薬指小指で押さえて、人足指がこう動けばで E7、 うん、でもう一回 Bm7 フラット5、こうやって人足指と小指でこう動かします。 E7、 うん、で Em7 フラット5、ここはこう一足指残しておいて中指と薬指小指で押さえて、こう一足指でいけばいいですね。で A7、 こっからこういく感じです。うん、 Dm、 美味しい、うん、こっからベースを足すだけですね、こうやってね。でこの形から次は G7 on B なんですけど、これこう入れ替えればいいだけです。こういう感じでこうですね、うん、で C、 うん、 B フラット6、こうっす。結構ね、あの人足指が下の弦に触らないようにこう手首をグッと返さないといけないですね。ちょっときついですけど、A7、 D マイナー、押し、結構か、こんな感じですね。で G7 一発入れたら一緒かな。でここの G はさっき僕こうやっていったんですけど、こ今こうやっちゃったんですけど、これどっちでも大丈夫です。うん。どっちでも。で、E7。ここさっきと一緒ですね。あの、人足指下げた方がやりやすかったです。で、Am。はい。で、あと一緒かな？ここも
大丈夫ですね。ただのアルペジオみたいな感じですし、で F、うん、これでもバレエもどっちでもできます。握ってもいいんです。で、まあ、これで終わる感じですね。まあ、結構弾きやすいと思いますんで、ぜひやってみてください。どうも森蔵でした。